今日はアンスリウムを使って観葉植物の寄せ植えを作ります。今日使うお花はアンスリウム、トラデスカンチア、シュガーバイン、レックスベコニア、ペラエラです。今日のポイントはアンスリウムとその他の植物が一体感になるように植えます。では早速植えていきます。鉢底石は3分の1ぐらい入れてあります。土を入れていきます。そしたらマグアンプ系を入れて混ぜていきます。メインのアンスリウムを入れていきます。上手に作る3つのポイントがあります。まずは高めに植えていきます。目安は器の一番上と鉢の縁が同じぐらいの高さになるように植えていきます。次にトラデスカンチアを入れていきます。ポイント2つ目は横幅が広い方を横向きに入れていきます。苗を上から見て横幅が広い方を横向きに入れていきます。次にレックスベコニアを入れていきます。ポイント3つ目は背丈が高い方と低い方がありますので、高い方が中心に向くように植えてください。次にペラエラを入れていきます。入れる前に背丈が低いので土を足していきます。そして枝が少し長い方があるので、そちらを内側に向けます。4ポット入りました。入りっぱなしになっているので、中に入り込んだ葉っぱをかき出したり、葉っぱを広げたり、形を整えていきます。最後シュガーバインを入れていきます。シュガーバインはすでに3つに分けてあります。1つは前の方に入れていきます。もう1つは後ろに入れていきます。残りは前に入れていきます。シュガーバインを3つに分けて後ろと前2箇所に入れてあります。そこから後ろに入れたものは前に持ってきます。で、前のものは中にふわっとかけるようにすると一体感が出ます。すべてのお花を入れましたので土を入れていきます。入れるときは中に入り込んでいる葉っぱなどをかき出して土を入れていきます。最初はよく押してください。2杯目以降は力を抜いて優しく押すようにするといいでしょう。出来上がりましたら水やりをします。根の活着を良くするためにリキタスを薄めた水をたっぷり与えましょう。置き場所は日が当たらない屋外、もしくは明るい室内、肥料は定期的に与えましょう。